皆さんこんにちは。さあ今日もですねインスタ360A1RS1 インチのやつ、それでね、写真やっていきましょうか。で今回はですねまた設定をね1から見直しまして、カラーは標準にしまして、シャッタースピードこれをね25分の1くらいにしてたかな、25分の1ですね。はい。で FPS がですね 24fps にして、ホワイトバランスが4500で、ISO 感度がマックス1600にしています。なので100から1600の間で、まあ明るくね、撮れるかと思うんですけども、夜だったらちょっと厳しいかな。ただねこれ全部オートでやってしまうと3000何本までこれ上がるんですね、 ISO 感度。そうすると逆になんかそのすごいノイズが出てしまって、それで大して明るくなかったんで、まあ、1600くらいかねいいかなって思って今やっていますが、はい、どうでしょうか。今ね車内の映像を撮っています。はい、これがですね、マニュアルでやった車内の映像になります。で今ですね、はい、外側にカメラ向けましたがどうですか。ちょっとこれに関しては僕もね未知数な、ところがありまして、設定で前と後ろの露出を変える、独立露出ってやつがあるんですが、これをオンにしてしまうと全部の設定がまたオードになってしまうんですよね。まあ、センサーとレンズがね2つあるんで、まあ、そういったところはね仕方がないと思うんですが、少しね一癖、まあ、二癖あるみたいですね。でシャッタースピードやっぱここまでね遅くしてるんで、多分ね車のこの揺れっていうかブレはね、まあ、壮大に出ているかと思います。しかも今相当暗いですから大丈夫ですかね。果たしてこれ夜の車載は耐えられるような代物なんでしょうか。まだ僕もね見てないって何とも言えないんですけども、だからシャッタースピードはオートにして、で確か ISO 感度だったかな、なんか、ま、それをねいじっても設定がまた飛んだりして、なんかちょっとまだそのこまごました不具合みたいなのを抱えてるんですが、ちょっとその辺の挙動もね僕はまだつかみきれてないっていうか、微妙なねところが、はい、あります。特に車内の映像ですよね、これがねなんか予想以上に、ま、ノイズがねバンバン入ってしまっていて、でそれでいて外側はまあ独立露出にすればね確か外側も内側もそれなりに、明るくはね日中ですけどね撮れてたんですけども、夜間が全然これがねうまくいかなかったですね。でカラーも鮮やかとかにやってしまうとこうベタッと、なんかね潰れた感じになってしまうんで、今回は標準でやっています。まあ標準にして少しサイドとかコントラストいじってやると、まあいい感じにね映るではないでしょうか。まあ、なんせね今回も360度カメラっていうやつはまだ本当よくその、まあ、分からないっていうか、難しいことだらけっていうのかね、一つのセンサーと一つのレンズのカメラではないので、常時この2つの、まあ、ものをね、撮ってるんで、そのカメラアングルをどうするのかとかね、あと画角ですよね、画角もねあんまりやっぱりこう広くすると、まあ、どこ見ていいか分かんなくなってしまいますし、かといって狭くするとまたノイズがね、まあ、バンパカ出てしまうので、ちょうどいい塩梅を見つけるのがまだ自分の中でこう、これだっていう数字は、はい、見つけられておりません。でだいぶ今日もね暗いっていうか、街灯がねどうしてもこの地域というか僕の住んでる地域はね街灯中街灯がねあんまりないので、かなりね、暗くなってしまいます。今まあ多少マシになりましたけども、これ車内の様子とかどうですかね、皆さんではねどんな風に見えてるでしょうか。さっきその出発前に少しモニタリングしたんですけど、かなりね微妙だったっていうか、ちょっとこのねモニターも変に黒くね映ってしまう傾向があるんで、まあ実際ね出来上がった映像とは多分差はあると思うんですけども、あんまし芳しくないかもしれないですね。さあインスタ360でこれね夜の映像をね撮っておりますが、どんな感じでしょうか。ちょっとこの辺り初めて走るからこうどこっていうのはちょっと分かんないですけども、よいしょと横の方にね折れて、でもあれなんか行き止まりっぽいですね。これ住宅地かな。まあねこういったところもこうカメラを今多分ね、位置を変えて前向いてると思うんですけど、何これトンネル、こんなとこになんかねトンネルなんてあったんですね。おなんか道っぽいものが出てきましたけど、目の前にセブンイレブンがありますね。
一時停止です。で、あ、そうそう、あの音声に関してなんですけども、これもですね、あの一癖まだありますね。内蔵のね、マイクなんですけども、まあ、どうしてもこの車載の場合は、カメラと自分の、ね、距離が離れてるんで、その音声がこうくぐもってしまうっていうんでしょうかね。多少ね、顔に近づければまあマシになったんですけど、まあ、自撮り棒とか使ってやるんだったらちょっと厳しいかもしれない。で、あの声なんですけど、若干ねやっぱズレっていうのがね出ていますね。何フレームかな、なんか6、7フレームくらい、まあ、だったと思うんですけど、内蔵マイクとこの映像のね音がずれてしまいます。今はリニア PCM レコーダーの音声なので編集で、ズレをね修正してますけど、ちょっとこう内蔵マイクでやるときは、自撮りのシーンはね少し、まあ、違和感のある絵になってしまうかもしれないですね。でもそこをねなんか下手にガチャガチャいじると、今度はね、自撮りのシーン、今までだったら例えば自撮りのシーンだったら一回こうカメラ録画を止めて、で再度録画を開始して外側っていう風に撮ってるんですけど、今はもう完全に内も外も同時に撮れてるんで、まあその好きなタイミングでね外撮りと内撮りは切り替えれるんですが、まあそれが故にその いところで切るっていうのはちょっとできなくなってしまいまして、これもねなかなかね360度ならではの悩みかなって、はい、思ってます。さあ今はまた少し明るめのところに出てきたんですけども、どうかな。はい、編集でねちょっと早送りしてみましたが、どうだったでしょうか。なかなかねまあこのソフト、360スタジオか、優秀で、まあいろいろとこうね特殊効果的なものも簡単に出せるんですが、まあ、ちょっとダビンチを使って編集する上では、そうですね、あんまりこのね早送りとかやるとまた音ずれっていうんでしょうね。リニア PCM レコーダーはずっとこう取りっぱなんで、でも編集して上がったというか、その360スタジオで出来上がったところはここがキュッと縮まってるんで、まあ、どんな風なこの音声でこう同期されるのかは、まあ、ちょっと未知数なところではあるんですけども、まあちょっとねやってみました。はい、そんな感じでですね、またぐるっと大体10分くらいですかね今回走ってみましたけども、どうだったでしょうか。 24fps なんで、まあ、ちょっとそのね格付きがあるっていうか、あんまり車載とかでは、このフレームレーターもしかしたら向かないかもしれないですね。どうしてもカメラが動いてたりとかすると24か、まあ、30の方がいいのかな。ただ確かね ASA360 これ24でやると解像度がちょっとだけ高くなるんですよ。なんで少しだけねその改造感っていうのは稼げたんではないでしょうか。という感じでちょっとね車載のテストを兼ねてやってみました。またねインスタ360に関してはうちのチャンネルでどんどんやっていきますので、また見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね皆様も何かを参考になれれば幸いです。で、ここもですね、このインスタ360の話ですとか、あと車載の話でどんどんやっていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。